ブリックストンアカデミーは、イギリスロンドン南部のブリックストンにある、コンサート会場である。現在の正式名称は、オーニアカデミー・ブリックストン。ロンドンのヒアリーナ会場としては、最大のコンサート会場であり、収容人数は、最大4921人である。セックス・ピストルズ、ボブ・ディラン、ローリング・ストーンズ、レディオ・ヘッド、ザ・クラッシュ、NERD、キングス・オブ・レオン、フー・ファイターズ、 コールドプレイ、ミッシー・エリオット、ピンク、R.E.M., ピクシーズといった国内外の有名アーティストが、UK ツアーやヨーロッパツアーの会場として使用している。1994年から12年連続で NME ベスト会場賞を受賞した。1929年、ストックウェルロードのプライベートガーデンに映画館、劇場として開館し、アストリア劇場と命名された。 設計はトーマス・サマフォード・イエー・ストーンで、お年上映はアル・ジョンソン主演のシンギングフールであった。アールデコ町の内装やプロセニアムアーチは開館当時からあるもので、現在でもこの会場を特徴づけている。アストリアは1972年に閉館し、ロックコンサート会場、サンダウンセンターとしてリニューアルオープンしたが、わずか4ヶ月後に再び閉館。 第2級指定建築物に指定された。この会場も一時は取り壊しの危機にあったが、再開発計画は破棄され、その後は映画関連会社の販売店として利用された。1981年にフェアディールとして再オープン UB40 が落とし公演を行い、翌年にはザクラッシュがツアーの中で使用したが、負債を抱えた会場はまたも閉館を余儀なくされる。 1983年に、サイモン・パークスがわずか1ポンドで購入し、ブリックストン・アカデミーとして、再オープンさせた。熱心な音楽ファンだったパークスによって、ローリング・ストーンズ、ブルース・スプリングスティーン、ボブ・ディラン、デビッド・ボーイ、U2、レディオ・ヘッドラがこの地に招かれた。その他、エリック・クラプトン、ダイヤー・ストレッツ、ポリスが、リハーサルに使用し、ワムや、カルチャー・クラブが、 ミュージッククリップの撮影に使用するなど、次第に名会場としての地位を確固たるものにした。1995年にパークスによって売却され、2000年には50万ポンドをかけて全面改装が施された。現在、運営元のアカデミーミュージックグループと携帯電話会社、オーニーとの提携により、オーニーアカデミーブリクストンを正式名称としている。 セックスピストルズのライブ風景確固内は録音年映像作品を含むロンドン地下鉄ありがとうございます。